こんばんは。こんばんは。5月3日金曜日午後10時30分を回りました。4個金庫の夜第174回。今夜もどうぞよろしくお願いします。まだゴールデンウィークなんですね。まただカレンダー通り今日仕事にという方もいらっしゃるかと思います。まあ今日仕事に行ってもまた明日土日が休みっていう方も多いでしょうね。うん、ということで、まあ一応カレンダー通りのゴールデンウィークは終わったということで、今日早速、電話がありました。au ショップから電話があったんですが、今から修理するような感じでしたね。4月の30日に持って、あ、29日か。そのくらい持っていったんですけど、この1週間は何だったの?という感じですね。今日のは修理見積もりということで、前回は電話がなかったんですけど、今回は修理見積もりの電話が入って、今回の修理は、基板交換とケース交換になりますと。つきましては、なんだ、液晶面に入っている、貼っている、保護シートを剥がしてもいいでしょうかという内容だったんですよ。基板交換とケース交換って全部交換じゃんと思ったんですよ。ケース交換ってケースが悪かったのかな、まあ、多分電源周りで、電源周りだけだったら、交換できないので、ケース関係すべて交換するんでしょうね。だったらもう、修理しないで、全部交換、新品交換すればいいんですけど、新品交換という言葉は使わないようですね。あくまでも、修理をしますということのようですね。ですので、あ、いいですよ、ということで、了解しないと修理ができないので、一応了解はしました。ということで、ほんとこの一週間、これゴールデンウィーク、工場もカレンダー通りお休みしてるのって、客は困ってるんだよって思ったんですけどね。まあ、カレンダー通りだったようです。まあ来週以降、まあ修理が始まるでしょうね。まあ来週、再来週、あと2週間ぐらいは様子見た方が、いいかもしれません。で、今日、また放送をしようと思って、あちこち動画のチェックをしてましたら、YouTube がね、さっきから、1時間ぐらい前からですね、ちょっと閲覧できないっていうか、自分のページに行けない状況が続いてまして、あれおかしいなと思って、Twitter でもつぶやいたら、IS04 を持ってらっしゃる方も、04でも行かないということを言われたので、あ、これもしかするとということで、インターネット、コンピューターの方のブラウザーのキャッシュを全部消したら、見れました。同じように、これね、IS04 の時にも同じ現象があったんですよ。その時に、まあ、ブラウザーのキャッシュを、あ、YouTube のか。YouTube のアプリのキャッシュを消去すると、閲覧できますよということがあったもんで、だったらコンピューターも同じ原理で、ブラウザーのキャッシュを消去すれば見えるかなと思ったら、OK でした。見れました。でもパソコンの方の今回の現象は初めて起きましたね。04のやつは、過去に結構何回か起きましたけどね。その04の時の、経験が今回役に立ったかなと思いました。もし YouTube なんかね、他のところでも大手掲示板、まあ2チャンネルかな。でも、もう今日は YouTube の調子がおかしいという情報が上がってるようなので、もし YouTube の視聴ができない場合には、ブラウザーのキャッシュをクリアしてみてください。そうすれば多分 OK
系だそうです。はい、ということで、まあ、ゴールデンウィークが終わった方、まだ続いてる方いらっしゃるんですけど、早速また今日ね、この前の、警視庁、偽警視庁の電話は回りましたけど、今日はね、こういった赤い封筒が来ました。これ、ジャパニーズファミリーセービングスというところ。いかにもね、日本の家族を救おうということで、ほら、この地図、見ます？地図。東日本大震災、東北関東大震災、に招いて、この東北沖に震源地がある、この図を使ってますね。そして、あなたが、この上の方、なんて書いてるかわかりますかね。光ってますね、文字が。すいません。これちょっと結構遠い、よし、送りかな。あなたがこの手紙を開けることを望まない人たちがいます。この郵便物を受け取り次第、記載の受け取り人の身が、極秘に開封願います。受け取ることを、開けることを望まない人って誰なんですかっていうこと。平気で書いているわけのわからんやつが来ております。これ面白いんですよね。ここに化身が売ってるんですけど、この化身、上海って書いてるんですね。4月の26日付で上海から出てますね。で、ここも裏側にも、プリンテッドマテリアル、チャイナポスト、PO ボックス、で、上海の住所が書いてるんですけど、僕、上海に3年間住んでましたけど、こんな住所ありません。なんだろうな。ありませんというか、これは郵便ボックスだけで来てるんで、これ通用することは通用しますけど、上海から来てるのに、中身はカナダからなんですよね。で、こういった、ジャパニーズファミリーセービングスということで、何が書いてあるかというと、指定受取人専用通知、ジャパニーズファミリーセービングスからのお知らせ、極秘内容。緊急、私どもはリサーチに基づき、次の方を特定しましたって、勝手に特定すんなって感じだな。ジャパニーズファミリーセービングス発行通知の受取人に認定された方、うちの親父、83歳のお父さんです。何かというと、ジャパニーズファミリーセービングスのサービスを通じて、海外の企業、団体が提供する総額、これいくら？一、十、百、千万、十万、百万、千万、5億1000万を上回る高額懸賞への応募が直ちに可能となっています。はい、これ詐欺ですね。懸賞賞金及び賞金には、日本人が必要とする以下の品目が含まれています。なんかさ、さっきのこの地図といい、この日本人がというふうに書いてる文章といい、なんか大震災にかこつけて、なんかやってるね。現金とか車とか家とか写真が載ってますけど、こんなもの普通に考えても、手に入ることはないと思うんですよね。私どもは、以前もあなたにご連絡を差し上げようと試みましたが、国内の郵便事情、および最近の大災害等の要因によって配達が行われなかったようです。嘘ばっかし言うな。ここは宮崎県宮崎市、大震災とは全く関係のない土地で、郵便事情も全く悪くはありませんし、最近の大災害等の要因は全くありません。あ、本当なんだよね。料金全納の国際第一種郵便により、今度こそ受取人である
大谷なんとか様に、本通知が無事に届けられていることを願っています。まあ、届いてはいるけどね、料金全納の北斎大種郵便とかね、なんか、当てつけがましいような内容ですね。ジャパニーズファミリーセービングス、JFS、協議委員会は、日本の皆様、そしてご家族の貯蓄と財産を再構築することを目的として、緊急会議を開催し、すごいな。日本国民の皆様の経済的な不安を取り除く必要があるとの見解に基づいて、解決案を可決しました。すごいな。いかにその議事録の内容を記載いたします。なんかすごい協議委員会ってあるんだな。その議事録とは ?1、ジャパニーズファミリーセービングス協議委員会のリサーチ及び全資料を第三者企業が提供する賞金、商品の特定に使用することを決議した。なお、当該賞金、商品に対し、大谷様は、受領候補者となる権利を有する。何それ。2、大谷様がエントリー資格を有する5億1000万を上回る賞金、商品が特定された。賞金、商品には現金、新車、新しいマイホーム、家具、フラットスクリーンテレビ、ステレオなどが含まれる。ほーん。3、エントリー手続き代行サービスに必要な手数料は、賞金総額により決定する。なんかすごいね。以上の、これ理由により、これ議事録じゃん。何これ理由って。以上の理由により、この極秘通知をあなたに発送することを決定した次第です。本通知内容に一切間違いはありません。まあ間違いもないでしょうね。なお、これは仮通知ではなく、各案件ごとに締め切りが設定された最終緊急通知となります。各案件ってどこに締め切りが書いてるんでしょうかね。あなたは、ジャパニーズファミリーセーピングス協議委員会発行緊急通知通席番号。何これ。ジャパニーズファミリーセービングス協議委員会発行の緊急通知通席番号、24136080815の保持者として正式に選ばれました。この後期に今すぐ行動を起こしていただくようお願い申し上げます。なんか、分かったようで分からないような変な文章で、ここが折れてましてね、ポーンと開けると、また、第三者スポンサー企業による支払いの可能性を秘めた。これ可能性だって。総額5億1000万を上回るこの取引を委託し、完了するために必要な各種書類をご用意しました。ん？書類がいるの？私どもでは、あなたのエントリー手続き、請求用紙の提出、および大札登録を正式に代行させていただきます。本通知には、当選総額5億1000万以上の受領を可能とする、あなた専用のジャパニーズファミリーセービングス発行申し込み受付書が添付されています。この申し込み受付書は、極秘の取扱いとき、すごいな。速やかに必要事項の記入及び返送を行ってください。本社にてあなたからの返信を確認次第、押印済み
最終確認書類をお送りします。何これ、意味がわからんね。実はあなたが受付書の返信を行ってチャンスをつかむことを望まない多くの参加候補者がいます。なんだろうね。彼らは自分にチャンスが巡ってくるのを今か今かと待ち構えているのです。本当か？この事実を考慮した上で、賢明なご判断をお願いします。はい、これも詐欺です。あなたは 100% エントリー資格が保証されています。したがって、速やかに添付書類に必要事項をご記入の上、7日間以内に返送を行い、手続きを完了してください。え、7日って、これ、4月の26日ですから、27、28、29、31、2、もう終わってるじゃん。ねえ、いつから7日って書いてないからね。あれもこれ有効期限切れてます。これ英語で名前変えてるんだけど、インターナショナルレリーフアシスメント、アジア部門担当官、マルコロム・アミット。マルコロム・アミットっていう名前でね、署名が入ってますけど、面白いですね。裏側にも続きますね。以下の該当箇所にチェックインを入れ、必要事項を記入してください。私、大谷〇〇は、下記の一覧記載の通り、エントリー可能金額別に手数料金額が設定されたジャパニーズファミリーセービングス協会の検証に対し、代行エントリーを希望します。意味わからん。大谷様に代わってエントリー手続きを実施する賞金の対象総額は、お支払いいただく手数料の額に応じて決定されます。以下の手数一覧を参考にして、ご希望の金額をお支払いください。なるほど。手数料詐欺だな。手数料。ブロンズレベルが5000円を払うと、エントリー対象総額が、いくらこれ？1、10、100、1000万、10万。1500万の、懸賞がもらえるそうです。わかるわけですね。で、シルバーレベルでは1万円の手数料を払うと3800万、ん？待って、1、10、100、1000万、3800万。ゴールドレベルでは2万円の手数料を払うと8000万。すごいね。プラチナレベル。これは、2億。ね。手数料4万円払うと、2億円だって。おー、すごいすごい。で、最後。ダブルプラチナ。これがね、手数料8万円払うと、5億1000万。すごいですね。これで、おー、これすごいなと思って、この5000円から8万円の間の手数料を払う人っているのかな？で、ご希望の手数料金額をご記入願います。お支払い方法。郵便為替って、これ海外に送るんだよね。郵便為替が使えるのかな？あとはビザ、マスターカード。注意事項、ジャパニーズファミリーセービングスレリーフファンドは、世界中に営業所を有する多国籍企業の一部として、設立されました。また、世界中の国々で事業を行うことを、各国の法律によって許可されています。あ、そう。日本政府が許可してるんだ。そんなことないでしょ。ということで、皆さんも応募します。極秘の内容だそうです。で、このチャンスを
俺も欲しいという風にして、今か今かと待ってる日本人が多くいるそうです。なるほどね。でも消印が上海なんですけど、これね、どこにも住所は載ってないんですよ。そのジャパニーズファミリーセービングス協議委員会の、協議委員長のお名前も、アジア担当官の名前載ってるんだけれど、あとその協議委員会の委員長も、協議委員会の本社がどこにあるのか、ね、どんな事業内容を行っているのかっていうのはどこにも書いてないんですね。ただ、ここにお支払い方法とか、ね、こうやって書いてるんで、ここに記入した後、同封している封筒に返信をお願いしますって書いてるんですよ。だね、面白いんですね。この封筒がまた。これ、切手とか貼る必要ないのかな？あ、切手を貼ってくれっていうことかな？切手のことも書いてないよな？何も書いてないよね。ただ、住所がね、カナダ。ノースヨークというところかな。カナダの。うん、くれって。え？って感じよね。上海から来て、あ、そうか。アジア担当、ん？このアジア部門担当官が上海にいるんで、上海から日本にこの郵便が送られて、そして、これ返送するのが、上海ではなく、カナダに持っていけ。うまいよね。やり方がね。これを、消印がある上海に送ると、上海の住所が特定されちゃう、んでね。自分らがやばいということで、これをカナダの方の、どっか違うとこに送るわけでしょ。でもこのカナダも、そこには誰も住んでない。まだこれはどっか転送するという仕組みになってるんですよね。なんかうまい方法、面白い方法を使ってますね。でも、これ、なんでしょうね。まあ、詐欺には間違いないんですけど、皆さんこういった、赤い封筒には、気をつけましょうね。いかにも日本の家族を救いますよ、というような、大震災の、便乗したような詐欺ですのでね。赤い封筒と、この、地図があって、震源地の、この図があるやつ。この封筒には気をつけましょう。また後ほど、これ、スキャンをして、ブログの方で、紹介したいと思います。で、これ、昔もね、似たような、仕組みの、詐欺まがいのサービスを見たことがありますんでね。まあ、手を変え、品を変え、彼らはあれこれありますね。でもこれ、手数料5000円ということで、バカな人はこれ5000円を払う可能性も出てくるでしょうね。大震災に便乗した、こういった変な、ね、ことも起きますんで、皆さん気をつけましょう。もう僕はどん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 、ブログに公開してますんでね。悪いことは悪いと、いけないことはいけない。ね、被害に遭わないように、気をつけましょう。で、この前の警視庁からのお電話は、まあ、その後来ませんから、やはりもう、あれも、偽物だということが分かりましたんでね。いろんな電話がかかってきますんで、必ずね、メモすること、相手の名前、会社、電話番号をもとより、内容をね、どういった内容を話したのかっていうことをね、メモしておく。まあ一番いいのは、テープレコーダーで、通話内容を録音しておけば一番いいですよね。スマートフォンには、電話の内容を録音するアプリケーションもありますんで、もし携帯、スマートフォンに電話かかってくれば、その
アプリを自動起動して録音するのできます。まあ、僕、04は、修理中なんですけど、04の方にも、電話内容、通話内容を自動録音するアプリを入れておりました。結構ね、あれ、便利ですよ。後から、通話内容を確認するためにも非常に便利し、あとはその僕の購入したアプリは有料版で、通話内容をメールに添付して送れます。音声をね。結構ね、重宝しておりました。んで、もう本当、こういった詐欺まがいの電話に対抗する手段としては、録音、通話内容をね、全部録音するということをお勧めします。私のまま証拠になるんでね。なるべく相手が話す内容を多く、どうなってるんでしょうか？内容でしょうか？とか、質問を繰り返すことによって、相手がいっぱい答えますんでね、相手の言葉を多く出すような質問ですね。それを行えば良いかと思いますね。それと、こちら側がその気になるような素振り。いいですね。と欲しくなりますけどね。ってなこと言うと、相手が乗ってきますんでね。またその内容を録音しておけば、矛盾するところが結構出てきますんでね。また、僕ら一般市民の防衛方法というのもね、ちょっと考えておかなければいけないかなと思います。今日、宮崎地方はずっと昨日から雨が降っております。宮崎県南部地方のダムの水不足は、解消されてきているという話です。ただ、県の北部の方はそんなに雨が降ってないようで、まだ水不足は大変ですって話を聞いております。まあね、なんだ、明日また晴れるということで、雨は来週の中盤から後半にまた降りますというと天気予報言ってましたけど、まあ、県北の方が全然雨が足りないということなんでね、ちょっと雨これからも降ってほしいですね。まあ、このまんま梅雨入りになればいいんですけど、まだまだ梅雨には入りませんからね、ちょっと雨が欲しいなというところですね。まあ、この前言ったダムの方は、もう貯水率はだいぶ回復して、問題ありませんというような情報も入ったので、まあ、一安心かなというところですね。よかったです。はい、明日はまた、毎週土曜日の駅前パソコン教室で、今、ツイッターの勉強をやってるんですが、前回はツイッターに登録するために、電子メールが必要なので、皆さん、Gmail の勉強をして、Gmail を取ったので、Gmail を使って、もう一回ツイッターに登録をして、ツイッターとは何ぞやということをね、まあ、明日、勉強しようかなと思ってます。まあ、過去の例に示すように、まあ、防犯面でもね、防災防犯面でも、ツイッターは使われてますんでね。まあ、うちの受講生さんは割と年配の方が多いので、いざ何かあった場合の緊急連絡用として、ツイッターがね、パン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 って使えれば、非常に便利かなと思ってますんで、ちょっと明日は気合を入れて、パソコン教室をやりたいと思います。今日もちょっとツイッターでね、あと悩んだんですけど、この4部頻後の夜、毎日放送するのがいいのか、1週間に1回がいいのか、と思ってるんですけど、まあ、僕としてはね、まあ、話をすることがない日は除いて、ほぼ毎日放送しようかなと思ってます。まあ、動画ブログではありませんけど、今の生の様子をね、お伝えするというのと、やはり、一応、親父とは一緒に生活してますけど、ずっと一人で過ごす時間が多いんですよね。まあ、昨日、子供の日、久しぶりにアニメをずっと見てました。シン・ゲッター・ロボ、チェンジ・ゲッター・ロボ、あとはイブの時間。3本とも同じロボットアニメなんだけど、
イブの時間はね、泣きましたね。なんか最近もう涙もろいっていうか、まあ、話をする相手がいないのでね、もし近い将来、イブの時間に出てきてるようなアンドロイドが自分の身近にいてね、生活全般のお世話をしてくれるんだったらね、ああ、こんなアンドロイドいたらいいなーって、寂しくないよねって、まあ、ロボットなんだけれど、話をすれば答えてくれる相手がね、いるなら、あ、こういったアンドロイドもいいなと思ったんだけど、だけどね、アンドロイドも悲しいよねってふうに思ったんですね。昔、1999年かな、ロビン・ウィリアムズ主演のアンドリュー NDR114 という、アンドロイドの映画があったんですけど、あるお家に仕えた200年の歴史かな、アンドロイド。ある200年間のあるお家の歴史をアンドロイドを通した目で描かれた映画なんですけど、なんかロボット SF 映画にしては、なんか人間味がある映画で、なんかそれに通じるものがイブの時間にはあるなと思ってね、ずっと見てました。なんかね、なんかその、泣けてくるんですよね。なんだろうって。わあ、アンドロイド、ロボットって言っても、人間とね、接する時間が増えてくると、心っていうか、感情っていうか、自由になりたいとか、もっと自分の思うようになりたいとか、そういうのを考えるのかな。でも、ロボット三原則ってあるからね、っていうふうなことをね、考えていたんですけど、まあ、普通に見たら、アンドロイドにもそういった感情があってもいいよなってなことを 考えたりするんですよね。まあ、アニメって SF 映画ってあれこれあれこれ自分の考えが出てくるんでね。結構自分のいろんな仕事のアイデアを広げるためには、まあ、そういった SF 映画とかアニメとかね、ロボットアニメとかね、そういったのを見ると、自分のアイデア発想が広がっていくんですよね。だからあれこれ、まあ、空想世界というか、日頃の生活から離れてありえない現実の様子を見るということもね、まあ、自分の、視野を広げる、アイデアを広げるためには必要なのかな、というふうに思ったりしておるところです。まあね、明日行こう、パソコン教室。もう雨が降るとあまり出歩くのは嫌なんですけどね。まあそうは言っておられませんので、目先の今をお伝えするために市民メディアは存在するんであって、何もしなければ何も変わりませんからね。また明日以降も、今をお伝えできるように、いろんな動きの様子を見てみたいと思います。まあ今日はとりあえず、こういった詐欺まがい、まあ詐欺だね。詐欺には気をつけましょうということ。絶対こういったのは起こりませんと。もし悩ましい場合、今はもう誰かにすぐ相談をする。で、やましい場合、やましいというか、家族に紹介、相談できない場合には、僕でも相談乗りますんで、どうぞ、その時にはメール、電話、ツイッターでよろしくお願いします。はい。ということで、明日も放送します。もしお時間ございましたら、明日もどうぞご視聴よろしくお願いします。それじゃ、今夜の4、5、5の夜、この付近で終わりにします。失礼します。